藤谷蓮次郎です、えー、野口五郎音楽ビギナーによる野口五郎さんの音楽の曲の聴き進め企画いきたいと思います、えー、今日一曲取り上げますが今日のはですね今まであの出した方の動画に寄せられたコメントからあれこれ面白そうだなどうだろうと思って聞いたみ聞いてみたものを1曲取り上げさせていただきますその意味で、えー、コメントをお寄せいただいた方に感謝申し上げる次第です さて、その前にですね、いつも同じことで恐縮ですが、またお願いがあります。えー、今回初めてこの我が記憶旅行というチャンネルご覧いただいた方、えー、もしくは今まで何度か見ているけれども、まだ登録していないよという方、えー、ぜひともチャンネル登録の方をお願いいたします、えー。そうしていただけますと私、いろいろ助かりますので、えー、ものすごくありがたいですので、よろしくお願いいたします。お願いいたしますそれではまいります。 えー、今日は何を取り上げるかというとそのコメントをお寄せいただいたところで私興味を持ちました感情曲線という曲感情曲線という曲ですシングルの季節風の B 面です1977年の7月に、えー、発売されたシングルレコード季節風の B 面です、えー、志賀有馬美恵子さんという方曲と編曲が堤住平先生なんですが津住京平さんなんですが イントロからですね、えー、まあ一気に引き込まれる大変起伏のあるメロディーで「タッターンタ」っていうあの独特のリズムから始まりまして胸の鼓動を思わせる「タッタッタ」っていう音がリズムがずっと後ろで続いている曲でもありますイントロからしてで最初の「あなたの吐息は仕掛けられた罠だよ」というフレーズからの五郎さんの声の切ないこと切ないこと。 えー、まあ、あの、どうやら、年上の女性の恋の手札に綺麗にはまって、の彼女に僕は遊ばれてるだけかもしれないと思いながら、それを逃れられなくなった、あの、青年の切ない恋心が語られている、そういう曲のようですが、 あそのメロディーがですね何と言っても起伏がとてもありまして A メロのあ、えーまあ「仕掛けられた罠だよ」から始まる部分次の B メロが「別れは多分あなたが言うね」というところからのラインそして最後、えー、C メロもうサビですね「いいよ恋の無誤さなら」とかね、えー、そのフレーズ。 非常にこう女性の気まぐれな愛情に振り回されながら断ち切ることのできない繊細な美少年美青年の姿を明らかにしている曲で確かにこの時代だと1977年の7月ということは五郎さん二十歳になったか何ないかくらいですよね。この時に多分代代か30代くらい の年上の女性に振り回されても、彼女に振り回されるのは嫌だ。もうやめたいと、やめるべきなんだと思いながらも引き込まれていくという、えー、そういう声がまたそのサビに至るまであの、 五郎さんの歌い上げるあの切ない声がもう一つのドラマを一本のドラマを見た感じでですね非常によく胸に迫ってきますね聴く者にとっては。かなりこうセンチメンタルでいながらぐっとこう聴く者の,の心に迫るような表現がされています。でやっぱりこの曲の曲平さんがやっぱ やっぱこれ五郎だからってことなのか結構起伏あってこれ難しいと思うんですね歌うのに緊張感を持って歌うには結構こう一つ一つのフレーズもメロディーも長いですしねそれで五郎さんの繊細かつ伸びのある高音部を生かしたきれいなメロディーを歌わせているまあ例によって堤さんの五郎なら歌えるというところがあったのかなと思います。 今回ご紹介していただいた「感情曲線は」は皆さんのコメントで知ったわけですけれども多分それがなければもっと先に、まあ、何らかの形で発見しただろうとは思うんですがいろいろ聞き直してるんでたどってってるんでただまあ結構早く知ることができたのはもうこうしてコメントをお寄せいただいた皆さんのおかげですので。 えー、今後もそういう曲があったらぜひおすすめ願えればというふうに思いますありがとうございますで次回もまたあのコメントの方でお寄せいただいた曲の中から一曲取り上げてみたいと思っていますがこの3月の末と4月の頭なんてぜひそうしてみたいと思っています、えー、野口五郎ファンの皆さんはぜひこれもいいよこれもいいよというようなことを教えていただければと思います、えー、チャンネル登録の方またぜひよろしくお願いいたします 今日は野口五郎さんの感情曲線を取り上げてみましたそれでは失礼します